はい、トメイタです。今回はチャージスピードさんのこちらフロントボトムラインをつけていきます。ちょ、こういう FRP 未塗装なんですけど、ちょっと板金屋さんに塗装出しに行って、一応黒にしました。で、説明書に書いてある取り付け穴があるんですけど、ここに開いてないんですよね、取り付け穴が。で、付属のボルトが2つ余る状況になってます。なんでちょっと自分でここに穴を開けますかね。ちょっととりあえず合わせてみます。一応説明書はね、こういうのがついてます。ちょっとじゃあ合わせましょう。マスキングで止めちゃおう。じゃあ穴を開けます。これだとボルトが入れば
ッシャーとナットで裏から。はい、じゃああとちょっと締めていきます。真ん中が止まっちゃえば、よし。はい、で一応11箇所なんですけど、全部穴開けとボルトでナットで取り付けが終わりました。ちょっと裏見てみましょう。よいしょ。じゃあこちら1,2,3,4,5っていう感じで、あっちまで全部止まってます。で一応、まあ、塵も割と合ってていい感じですね。でちょっと一箇所だけ、ここだけちょっとこんな感じでバンパーの方が出てるのと、ここの隙間がちょっと気持ち空いちゃったかなっていうところですかね。他には特に不満はないんで、うん、いや最高だな、うん、かっこいい。であとね、横、ここがちょっと STI のフロントスポイラーの跡が残っちゃってて、コンパウンドやったんですけどそれもちょっと落ちなかったんで、でまだここの塗装は綺麗なんですけど、どうせねこうやってね飛び石だらけに傷がつくんですよ。これもほら飛び石でこれ錆びちゃって、ナンバーの緑も白いのがブツブツが、こことかめっちゃへこんでるもんね、ナンバー石で。はい、一応取り付けは以上ですね。こんな感じです。はーい。